12月29日金曜日、3時を回りました。おはようございます。坂口かすみです。1983年10月10日にスタートしたもうすぐ夜明け ABC、 残すところ今日と明日となってしまいました。年末のこの時間もお仕事の皆さんお疲れ様です。お布団の中で聞いてくださっているあなた、冷えてます。あったかくしてくださいね。そして火の元十分ご注意ください。今朝もいつも通りお好きな音楽たくさんご用意しています。そして最終回、金曜日の最終回、坂口かすみこんな声で申し訳ありません。どうぞ4時15分までお付き合いください。 AM1008kHzFM93.3MHz で ABC ラジオがお送りしています。もうすぐ夜明け ABC、 ご案内は尾崎智子、内田香織、高野朝生、安井豊、そして今朝金曜日は坂口かすみです。門真市の倉持誠一さんのリクエスト曲です。千葉ひろ子さん、折り鶴。誰が教えてくれたのか忘れたけれど、折り鶴を無邪気だったあの頃、今は願い事折ってたたんで裏返し、まだ覚えてた折り鶴を今あの人の胸に飛ばす夕暮れ時、私は待っていますと伝えて、いつでも綺麗な夢を、いろんなことがあるけれど、それは誰でもそうだけど、悔いのない青春忘れられない面影を、これが恋と気づいたそよ風の季節、あって別れて会いたくて、白い指先折り鶴に人に言えない思い託す夕暮れ時、私は大好きですと伝えて、小さな夢が燃えてる、泣いて笑って明日またそれはいつでもそうだけど、青い空の心であなたを愛したい。
千葉ひろ子さん、折り鶴でした。石橋庄司さん、夜明けの停車場。夜明けの停車場に降る雨は冷たい。涙をかみしめてさよなら告げる。嫌いでもないのになぜか、別れたくらいのになぜか、だから濡れていないで早くお帰り。君には罪はない、罪はないんだよ。悲しみは深まる。こんなに愛してて寂しいことさ。嫌いでもないのになぜか、別れたくらいのになぜか、幸せ「だから遠くなるほど胸が痛むよ」「君には罪はない、罪はないんだよ」昭和47年、石橋庄司さん、夜明けの停車場でした。もうすぐ夜明け ABC、 AM 108kHz、 FM 93.3MHz の ABC ラジオが大阪からお送りしております。 AM 108kHz、FM 93.3MHz で ABC ラジオがお送りしております。もうすぐ夜明け ABC、 今朝のご案内は坂口佳純です。昨日から今日へ、夜明けの3時から4時15分までお届けしています。もうすぐ夜明け ABC、そしてこちらは柏市の金井さん。思えば坂口さんの放送を意識しだしたのは十数年前でした。お布団の中で聞いていて、なんとなく私の睡眠意識にぐさっときて、心地よい子守歌のように聞こえたのがきっかけです、というふうにいただきました。ありがとうございます。そして西宮市の50歳の匿名の女性は、初めてのメールです。長い眠れぬ夜、ラジオから聞こえてきたかすみさんの声って、なんだか落ち着いて、寝落ちする日々が続きました。今日は、いや、寝落ちしてください。今日は聞いてくださってますかと今言おうかなと思ったんですけど、ぜひ寝落ちしてください。そして、いい夢を見ていただけたら、私も幸せです。遠く青森県十和田市から高坂純一さん。
今月で終了とのこと、残念です。聞こえのいい日と全く聞こえない日がありますが、以前この時間帯にはヤングリクエストという番組があったように記憶しています。ヤンリクありましたよ。3時で終わって、その後にもうすぐ夜明けだったんです。私も担当しておりました。大阪市城東区の張重光さんからも、夜明けが終わるにあたり坂口さんにお願いがあるんです。歴史ある番組であったもうすぐ夜明け、同じく歴史ある番組であったあの放送の最後のパーソナリティは坂口さんでしたよね。その番組の主題歌をリクエストします。もっと贅沢を言えば、あの当時のようにはがきで当てよう、車と1万円と言ってもらえるともっと嬉しいんですけれど、っていうふうにいただいたんですが、今日この声でもいいですか？もしお聞き苦しかったらごめんなさい。ただおかけする曲にちゃんと綺麗な声の人の、アナウンスが入ってますので、そちらでじっくり楽しんでいただきたいんですが、では私で。はがきで当てよう、車と1万円。 ABC ヤングリクエスト、奥村千代さんです。はがきで当てよう、車と1万円。 ABC ヤングリクエスト。星があなたにささやく夜も、小窓に雨が降る夜も、暖かしましょう若い歌、夢のプレゼント。 ABC ヤングリクエスト。昭和41年4月1日から昭和61年まで20年間放送されました。ABC ヤングリクエストのテーマ、奥村千代さんでした。来週からこの時間は With You が始まります。平日深夜1時から明け方までゆったり聴ける音楽をお届けします。木曜日のパーソナリティは中井真奈さんです。来週からこの時間にお送りする With You、 どうぞよろしくお願いいたします。そして25日月曜日に皆さんに ABC ホールに集まっていただき、もうすぐ夜明け ABC さよならイベントを行いました。この模様は来年1月7日日曜日夜10時から、もうすぐ夜明け ABC フォーエバーとして放送されます。こちらもよろしくお願いいたします。 AM 1008kHz、 FM 93.3MHz の ABC ラジオがお送りしております、もうすぐ夜明け ABC。 今朝のご案内は坂口かすみです。
3時41分を回りました。この時間もお仕事の皆さんお疲れ様です。もうすぐ夜明け ABC です。神戸市スマックの浜崎信之さん、新聞配達の仕事をしています。尾崎さん、内田さん、高野さん、坂口さん、安井さん、松葉さん、ありがとうございましたっていうふうにいただきました。こちらこそありがとうございました。もう新聞配達もお休みがね、1月2日しかないですもんね。あとずっと配達ありますから、どうぞ風邪ひかないようにって私が言うのもなんですけれど、お気をつけになってください。滋賀県栗東市にお住まいの柴谷真知子さんのリクエストはシモンズ、遅れてきた少女。遅すぎたようなの、誰も誰もいない、プラットフォームに枯れたが舞うだけで、みんなみんな消えた。汽車はもう出たわ、シモンズ、遅れてきた少女でした。この間もうすぐ夜明け ABC さよならイベントでもいろんな思い出をお話しさせていただいたんですけれど、遅れてきた少女、実は3時の時報ギリギリにスタジオに飛び込んだことも思い出ですし、そうですね、やっぱり19歳20歳で出会って、
一緒に歩いてきた川田恵子さんが番組の途中で降板、旅立ったことも大きな思い出だし、最後の最後の日にこんな恋になってしまったのも今日は辛いんですけれど、何年か経てば思い出になるかなと思っています。たくさんの思い出を皆さんからいただいてありがとうございました。井上博史さん、お届けいたしましょう。雨に咲く花。及ばぬことと諦めました。だけど恋しい、あの人よ、ママになるなら今一度一目だけでも会いたいの。別れた人思えば悲しい、呼んでみたとて遠い空、雨に打たれて花が私の恋かしら。過ぎないけれど忘れられない、あの人よ、空に涙のセレナーデ、一人泣くのよ、むせぶのよ、一人泣くのよ、むせぶのよ。井上博史さん、雨に咲く花でした。大阪市旭区の日高浩一さん、あなたのリクエスト曲です。森山良子さん、恋人。あなたの肩に慣れていても時は過ぎてく、音も立てず愛の記憶を
けで時は遠くに消える人はなぜに死んでゆくの恋人たちさえもいつか愛し合った絡ませ時の流れを止めてみたい。それが叶わぬことならせめて悔いない今を生きる。森山良子さん、恋人でした。もうすぐ夜明け ABC、AM 1008kHz、FM 93.3MHz の ABC ラジオが大阪からお送りしております。もうすぐ夜明け ABC 4時2分に間もなくなります。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。ご紹介できなかった皆さんごめんなさい。おはようございますと夜明けで最初に声を出した時、私は33歳。今日までいろんなことがありました。なってないとリスナーさんに叱られた日、大失恋して涙をこらえオンエアをした日、遅刻ギリギリ青くなった日、結婚のご報告をした日、嫁姑のお付き合いもすべてラジオの前の皆さんに教えていただきました。そして阪神淡路大震災は夜明けのオンエアが終わったすぐ後、あの日のことは忘れられません。週に一度このマイクの前に座るのが私にとってごくごくそこにある日常だと思っていましたが、改めて今日この日を迎え、皆さんが見守り愛し支えてくださったからこそ続いたんだと感謝の気持ちでいっぱいです。人生は出会いと別れの積み重ね。またきっとお会いできますよね。その日までどうぞお元気でお過ごしください。今朝のご案内、坂口かすみでした。明日は安井ゆたかさんです。そして来週からはこの時間 With You が始まります。
もうすぐ夜明け ABC、 今朝もお聞きいただいてありがとうございました。